ビジャープル王国アーディル・シャーヒー・アサ・ビジャープル王国の支配領域、ビジャープル王国、またはアーディル・シャーヒー・アサとは、15世紀末から17世紀末まで、インドのデカン、南インドに存在したスンニー派、イスラーム王朝、インド南西部に位置するビジャープルを首都とした。バフマニー朝が分裂しできた、ムスリム皇王国の中で最も有力な王国であった。 ビージャプル王国、ビージャプル王国とも呼ばれる。ビジャープルは、もともとは、バフマニー・アサの一部であったが、大主のユースフ・アーディルシャーが1490年に独立し、ビージャープル王国を建国した。1510年、ポルトガル帝徳、アホンソで、アルブケル家に攻防の末に、ゴアを奪われた。この王国は、ビジャヤナガル王国と激しく争ったことで知られる。建国当初は、 メイクンクリシュナデイバラーヤの存在もあり、1520年にライチュール地方をビジャヤナガル王国に奪われるなど苦戦した。1529年にクリシュナデイバラーヤの死の間際、ビジャープル王イスマー・イール・アーディルシャーがライチュール地方を奪ったが、クリシュナの弟のアチュタデイバラーヤによって奪い返された。その後、ビジャヤナガル王国の圧迫から、 他のムスリム語王国などと同盟し、1565年にターリコータの戦いでビジャイアナガル軍を破り、その首都ビジャイアナガルを蹂躙した。アリー・アーディル・シャーニ世この王国の最盛期を飾ったのはイブラーヒーム・アーディル・シャーニ世であった。その知性は50年近く、彼は衰退するビジャイアナガル王国の領土をたびたび侵略する一方、芸術を保護し、 彼自身も音楽家であった。また、1614年ビジャヤナガル王弁家だ2世が死ぬと王族間に勃発した内乱に介入し、1619年には同じムスリム豪王国の一つビーダル王国を滅ぼした。また、1636年にはビジャープリ王国はムガル帝国とアフマドナガルを分割し、その南半分を併合した。 1649年、ムハンマド・アーディル・シャーの治世に、ビジャープル王国は百数十年争った、ビジャヤナガル王国を滅ぼして、南インドに勢力を拡大した。17世紀後半には、ムガル帝国の圧迫やマラーター王国のシバージーの台頭などで、王国は徐々に衰退していった。そして、1686年に、ムガル帝国のアウラングゼーブによって、 首都ビジャープルを落とされ、ここに王国は滅んだ。ゴールグンバズビジャープル王国は、イスラーム建築が栄え、イブラーヒーム・アーディルシャー2世の墓、イブラーヒーム・ラウザやムハンマド・アーディルシャーの墓、ゴールグンバズなど王国に関する歴史的建造物が現存している。ありがとうございます。